どうも皆さんこんにちは、ケンです。最初に言っておきます。今ここら辺に注意書きが出てると思うんですけども、この実験はキャンプ場で行ってます。東京ドーム3つ分の、12万ヘクタールかな、12万平米かな、よくわかんないけど、東京ドーム3つ分ぐらいの広さのキャンプ場で、撮影をしています。でこのキャンプ場の管理者、そしてここ川の近くなんで国土交通省と河川事務所に事前に連絡をした上で、撮影をしています。ということで、台風14号が九州熊本の方に近づいてます。で僕が今いるところがですね、この赤丸のところで、熊本のちょっと下ぐらいの赤丸のところがあると思うんですけど、ここにいて台風14号直撃コースでございます。今回台風14号が来るということで、台風の中でテントの台風実験をしてみたいと思います。3、4年ぐらい前にやったやつの第2弾っていう感じですね。でここに今回この中にネイチャーハイクのテントをもう家にあるしこ持ってきたんで、ネイチャーハイクのテントを台風14号もう過去でね一番強いみたいなことを言われてるんで、台風14号の中設営してみて、台風に耐えられるのかという、台風の中での台風実験をしてみたいと思います。で今日はね、土曜日で、全然風が、ちょっと風があるぐらいなんですけど、全然雨が降ってきたなんですけども、明日明後日ぐらいちょっとひどくなるんで、今日のうち設置しといて、明日はちょっと遠くから、ちょっと風の状況とか周りの状況によるんですけども、観察していきたいなというふうに思います。ということでまずはこのネイチャーハイクのテントたちをね、そのシリーズごとに、設置していきたいなというふうに思います。こういうところで今回ねエントリーしているネイチャーハイクの選手たちはこちらです。でん、ネイチャーハイクのじゃじゃんクラウドアップ 2X と、モンガー2と、ビク2、そしてハイ B3 と、クラウドアップ3と、スターリバーと、サイクリング1ですね。本当はもう一個ね、ビク1というのもあるんですけども、ビク1とビク2はほとんど一緒なんで、ビク1とビク2は一緒な感じということで、設置していきたいと思います。ちょっとね、風も今そんなにないですし、ちょっと雨もね小雨もちょっと降ってきてるんですけども、今のうちにちょっと設置しておきたいなだったと思います。疲れた、めっちゃ疲れた。 1,2,3,4,5,6,7 7個、いやめちゃくちゃ疲れた。7個のテント、いやこれ1個ね90秒とか立てられるんやけど、この風のためにさ、ペグしっかり打ってロープめっちゃしっかり張ってってやると1個15分ぐらいかかるよね。で7個やろ、でめちゃくちゃ時間かかったし、めちゃくちゃ疲れたし生まれて初めてこんなにテント設営してたわ、ずっと。しかもこれ終わった後ね、片付けなきゃいけないっていうね、めちゃくちゃ疲れた。今日は、台風の前夜ということで、テント7つ設営して2時間3時間ぐらいかかってめちゃくちゃ疲れたんで、今日はもう終わりです。ということで明日、台風14号の時までスキップ。ということでおはようございます。土曜日の9時11分です。テントはこんな感じですね。カラスいます。まだまだ余裕そうですね。大丈夫そうですね。一晩経って、見に来たんですけれども、どの位置もちゃんと固定されてて大丈夫そうです。ちょっとロープも緩んでないですね。全く結構大丈夫そうです。なんなら結構余裕そうですね。一つも、ロープから外れてないし、ペグもずれてないですね。結構完璧です。ということで、お昼の12時、1時ぐらいになりました。台風も、そろそろ本格的に強くなってくるかなと思います。で、ネイチャーハイクテントこんな風になってますけれども、まだまだ全然、大丈夫ですね。これだけ風で押されてますけど、そうですね、今こうやって風で押されてますけども、特に壊れることもなくっていう感じですね。結構押されてますね。こんな感じです。やっぱビク2が一番やばそうですね。ということで台風14号が近づいてきてます。今僕がいるのが熊本の下あたりです。赤い警報の県内に入ってます。今テントあるんですけれども、ちょっと中を覗いてみたいと思います。まず一つ目、ネイチャーハイクのクラウドアップ3の中を覗いてみたいと思います。よし、こんな感じですね。よし、
ネイチャーハイクの、サイクリングワンの中に入りました。中はこんな感じです。まあ、結構、風で揺れてはいるんですけれども、バサバサバサっていう音はないですね。ここに、カマキリがいます。カマキリも避難中ですね。ここにもいます。浸水の、四隅の状態を見たいと思います。そうですね。これは外側ですね、テントの。はい、ってことで、四隅見てみたんですけれども、ネイチャーハイクサイクリングワン、台風14号の中、一晩、24時間設置したんですけれども、浸水なしでした。ってことで、次の、テントに行きたいと思います。ってことで、次は、ネイチャーハイクビク2ですね。こちら結構弱そうに見えるんですけれども、どうでしょうか。これ磁石なんですよね、ビク2はここが。どうでしょうか。よいしょ。あ、ビク2かなり浸水してます。見てください。多分ここですね。ここの通気口から、浸水して、中に水たまりが入っています。これは結構ダメですね。ちょっと、ビク2はちょっと、台風には弱いということで、でこちらかなり押されてますね、今もね。次、クラウドアップ2行きましょう。いくつあんなに浸水してるのはちょっと初めて見ましたね。はい、じゃあクラウドアップ2の様子です。はい、まあパッと見、そうですね、浸水はなさそうですね。台風が来て設置してから24時間経っているんですけれども、暴風の中、浸水はなしとなっております。こんな感じですね。結構、クラウドアップ2結構風に弱いかなと思ったんですけど、そんなことなくて、なんなら、ビク2よりも耐えてるんで、まあ意外といけるなっていう感じですね。しっかりロープ張っておいたら結構いける感じです。はい、次モンガーでございます。モンガーはね、結構、あちら辺がね、へこんでて、風でへこんでましたけども、じゃあ実際どうなのか、よいしょ、お邪魔してみましょう。よいしょ。はい、ってことで、ネイチャーハイクの、モンガーの中ですね。今もね、ここ結構へこんではいるんですけれども、浸水はしてないですね。パッと見、四隅も、浸水してないです。で、天井からの雨漏りもなくて、台風の中、24時間経っているけれども、浸水なしですね。はい、こんな感じです。で、モンガーさっき見た通り、風でかなりへこんでたんですけども、へこんだとしても別に全室がへこんでるだけで、居住空間が狭くなっているわけではないですね。今かなりへこんでます。うん、やっぱしっかりペグで打っておくと、まあ、ここまでね、この頭のとこまでぺちゃんこになることはまあないのかなというふうに思います。ってことで、次行ってみましょう。はい、じゃあ次が、スターリバーです。行ってみましょう。スターリバーはどうでしょうか。お邪魔します。はい、よいしょ。はい、スターリバー緑ですね、めちゃくちゃ。スターリバーはね、このグランドシート自体が緑で、結構緑ですね。そうですね、四隅の浸水もありません。でスターリバーなんですけど、見てもらったら分かる通り、ここまでバスタブみたいな感じがあります。なんでもし雨が降ってくるとしたら、ここまで、こっからなんですよね。普通のテントだったらさっきのここまで、ここから先が上がメッシュなんですけど、スターリバーは、ここまでこの防水の生地になってるんで、結構水には、強いかなというふうに思います。あ、でもやっぱちょっと押されてますね、こんな感じで。けど別に居住空間が、狭くなる感じでもないので、まあ、過ごしやすいっちゃ過ごしやすいかもしれないですね。ということで、ハイビー3の中見てみます。よいしょ。はい、ハイビー3も、四隅、大丈夫そうですね。浸水もなさそうですね。はい、ハイビー3はね、もう結構雨には強いということをみんな知ってると思うんですけども、まあ、こんな感じです。はい、ハイビー3こんな感じです。台風の中ですけれども、やっぱね、ハイビー3、昔の動画でも雨にも強く風にも強くって言ったんですけれども、やっぱ風にね、強い構造ですね。やっぱポールが3本あるんで、他のテントとは違ってかなり風に強いかなというふうに思います。最後、クラウドアップ3見てみたいと思います。最近クラウドアップ3は、動画撮ったんですけれども、さあどうでしょうか。よいしょ、よいしょ。はい、こんな感じです。見た感じ、浸水は、なさそうですね。
こちら側は結構ね、外見えてるんですけども、まあ、若干わかりますか、数滴だけ、雨粒ありますけれども、でも全然水たまりもなく、浸水はないと言っていいのではないでしょうか。はい、こんな感じです。ネイチャーハイクのクラウドアップ3の中にいます。結構風吹いてるんですけど、バタバタ音もなくて結構快適かなというふうに思います。さあ、台風14号が直撃した後のテントたちの様子を見ていきましょう。サイクリングワン、こんな感じです。ロープも切れてないですし、取れてもないですし、ペグダウンも一箇所も、はい、取れてないですね。完璧です。ビク2、ビク2はこっち側のこの紐とかもたわんでますね。ただペグダウンしてるところは完璧になってますね。あららら、ビク2、あららららららら、ビク2はちょっと風には弱そうですね。で、同じくモンガーの方もこんな感じでかなり潰れちゃってます。モンガーとスターリバーですね。これとこれかなり、これはひどいですね。ここをね、どうにかこうロープで縛ってこうやってできたらいいんですけども、まあ、構造上ちょっと仕方ないですね。でも一方、このクラウドアップ2の方が多分風を受け流す形になってるのか、意外とこの強風にも耐えてるっていうのが驚きです。モンガーとスターリバー2は、風にはちょっと弱そうですね。で、一方、ペグのところは、ペグダウンとかは、あ、モンガーここ取れてますね。これがここは取れてます。一応こうしときます。あ、ペグがですね、この Y 字ペグ、付属の Y 字ペグなんですけど、地面からえぐれて、固定が効かなくなってますね。よいしょ。まあ、一応ちょっと、増してはいたんです。まあ、なるほど。モンガーは多分、ここの、その、風圧に耐えられなくて、ペグが地面からえぐれてますね。スターリバー、こんな感じです。こちら側はどうでしょうか。こちら側も、あ、ここもですね。あ、そうですね。モンガーは結構ここ、地面がえぐれて、ペグがガタガタ状態になってますね。なるほど。まあ、付属のペグね、短いんですよね、ネイチャーハイクの。まあね、こういうのが起こったんじゃないかなというふうに思います。スターリバーの方、まあ多分地面にもね、こことこっちの地面のぬかるみさっていうのもあると思うんですけども、まあ、モンガーの方は結構ぬかるんでて、ペグを下まで落ち込んでも、こんな感じで取れてしまったんで、やっぱペグの長さっていうのもかなり重要かなというふうに思います。そうですね、スターリバーの方は大丈夫です。で、ネイチャーハイクハイビー3、完璧ですね。何にも、歪むことなくっていう感じでございます。あ、クラウドアップ3はここの通気口が開いてますね。これ閉めてたんですけども、よいしょ、閉めときます。はい、こういったペグダウンとかそういったところは破れることなく、持ってますね。あ、見てください、ここデデデン、こちらペグが取れてます。ここね、多分閉めてたと思うんですけども、こうやって、で、ここもね、ここでこう固定してたと思うんですけど、ペグが取れてますね。で、ここのペグももう抜けかかってます。グラグラですね。あんま効いてません。なんで、やっぱりね、この付属のペグ短いですね。こういった強風の時、こうやってね、ペグがこうやってずっとこうなると、どんどん抜かるんでくるんですね。もうこれ効いてないんで、やっぱペグの長さっていうのは最低でも20センチはいるんじゃないかなというふうに思います。よいしょ、ちょっと飛んでいくといけないんで、増しときます。はい、ってな感じで、ところどころね、やっぱペグの刺し方が甘いところはペグが抜けてたり、短かったりするとペグが抜けたりするんですけども、テント自体の破損っていうのはなさそうですね。で、テントの中身、今度見ていきたいなというふうに思います。まずはエントリーナンバー1番、ネイチャーハイクサイクリング1のテントの中身です。オープン、よいしょ、よいしょ、あれ？これ僕、閉めてなかったっけ？はい、こんな感じですね。ちょっとここに雨粒がね、数滴ありますけれども、全体的に浸水していることはなさそうですね。ネイチャーハイクのサイクリングワン、これはね、もう僕のメインテントで、
もう毎日というか、まあ、キャンプするときはほぼこれを使ってるぐらい、かなり多用してるんですけれども、まあ、台風14号ぐらいじゃ、飛んでいかないと。そしてそんなに浸水もしてないとね。多分さっきの水滴は僕が、インナーテント閉めてなかったからね、多分ここから吹き込んできた水だと思います。でネチャークビッグ2ですね、昨日の時点でも浸水していたんですけども、現時点でどのくらい、水が溜まっているのか、そういったところをちょっと見ていきたいなというふうに思います。よいしょよいしょ、あれ、はい、ニッチャー早くビッグ2ですね。あれ昨日水溜まり、あーこっちやべえな、ここやばいですね、水溜まり、もうお手手が洗えるぐらい水溜まりができてます。やべえこれは。はい、ビッグ2はこんな感じです。でビッグ2はね、やっぱり風にちょっと弱くて、でビッグ2風にめちゃくちゃ弱くて、もうこんな感じです。もうちょっとって感じですね。もうペシャンコになってます。テントの半分ぐらい押されてます。ビッグ2なんですけども、ここをね、十字のこれでね固定しておくんですけど、この固定部分が取れてますね。まあ取れてるからといって別になんてことはないんですけども、テントのこれでテントの居住性がダウンしてたって感じですね。これが通常なんですけど、ここは取れてました。あとやっぱね、ここのビッグ2のこの紐の部分、これがねビローンってなってますね。これはいつも、こうやって引っ張っていたんですけれども、はい、この状態だったんですけども、やっぱ風で、ね、引っ張られて、伸びてしまいますね。これ構造上にちょっと良くないですね。ビッグ2はやっぱこの、風のところ、このビッグ2はやっぱこの通気口から水が入り込んできてしまうっていう弱点がありますね。まあね、この中だとブワーって入ってきましたよね。ちょっとねビッグ2はこの通気口の場所が良くないんじゃないかなというふうに思います。で僕のね、絶対ねネイチャーハイクのクラウド2が一番風に弱いんかなって思ったんですけど、見てください隣、スターリバーとモンガーは今度は倒れてますけど、もう、クラウドアップ2結構持ってますね。確かにこれもしかしたらこうもう新幹線みたいな感じで風を受け流す形してるのかもしれないですね。意外です。僕は一番こいつを期待してませんでした。でも持ってくれて嬉しいですね。さあ、クラウドアップ2の中身はどんな感じでしょうか。浸水してるのでしょうか。よいしょ。はい、スター、クラウドアップ2です。あ、ちょっと数滴多分吹き上がった。あー、ちょっと四隅、あー、ちょっと分かりますか、ここ、ここですね。ちょっと濡れてますね。ちょっとね、あー、こことか、あー、ちょっと水滴入ってますね。どっから入ってきたんだろう。ちょっと分からんな、これは。こちら側はないですね。と、まあ、ここら辺ちょっと水滴があるかなって。ここはね、多分ここから入ってきたと思うんですけども。あ、やっぱ四隅。あ、溜まってるわ、水。ほら、溜まってる。浸水してた。水がちょっと四隅から入ってきてたとはいえ、台風14号の中、ね、このぐらいの浸水。まあ、浸水っていうか、ちょっと、キャップ一杯、コップ一杯、キャップ、ペットボトルのキャップ一杯分の水が四隅に溜まってるぐらいなので、まあ、これはこれで結構リアルな実験結果じゃないでしょうか。はい、ということで、ネイチャーハイクのクラウドアップ2でした。意外と優秀っていうね。で、僕ね、結構ね、好きなね、このモンガーなんですけども、こいつね、ペタンコですね、こんな感じで。ポール折れてんのかな？ちょっと中入ってみます。ポールはですね、折れてなさそうですね。はい、中はどんな感じでしょうか。おっと、ここで初めての水滴ゼロ。あ、ちょっとね、わかる、霧吹きで吹いたような感じの水滴はありますけれども、浸水してないですね。水たまりも溜まってないですね。あ、すごいすごい。へえ、結構モンガーはね、もう風に潰されてて、ね、結構しわくちゃになってたんですけども、門が意外ですね。結構意外な結果が連続してます。エントリーナンバー4番の、門がはこんな感じで、ね、風には弱いけど雨には強いっていうのが分かりました。こんなね、結構ぺちゃんこになってるんですけどね、雨は結構入ってきないっていうのが驚きです。さあ次、門がとは似たような、形をしているこのスターリバーを開けてみたいなというふうに思います。スターリバーもぺちゃんこになってます。さあ中はどうなってるんでしょうか。
相変わらず緑ですね、スターリバーは。さてさて、あ、さて、はい、スターリバーの中はこんな感じです。ちょっとわかりますか、ここちょっとだけね、こんな感じで霧吹きで吹いたぐらいの、雨はありますけれども、四隅なし、浸水なし、浸水なし、浸水なしですね。意外ですね、モンガーとスターリバーはぺちゃんこになってるんで、風で、あ、これはいかんかなと思ったんですけど、雨には強いですね。昨日も言ったんですけども、スターリバーはここまでね、バスタブ構造になってるんで、モンガーよりもスターリバーの方が雨には強いんじゃないかなというふうに思います。とはいえ、風に弱いですね。あ、もう一個発見しました。ここポールをですね、天井のポールをここにキュッてして、このインナーテントをこう引っ張るんですけども、このポールの部分が取れてますね。これですね、このポール、このポールを、そうですね、こういう感じになってなきゃいけないんですけども、このポールが取れてました。よいしょ、はい、こんな感じですね。よいしょ、はい、ネイチャーハイクのスターリバーですね。はい、風には弱いけど雨には強いモンガーとスターリバーでした。次、ハイビー3の登場です。はい、中はこんな感じです。まあ、ハイビー3だけね、ちょっと他とは違う形をしてるんで、まあ、タープの中にテント立ててるみたいな感じなので、多分浸水はないと思ったんですけれども、こちらびっくりやな、これ溜まってます、水ちょっとだけ。そうですね、まあまあ別にこのぐらいだったら大丈夫だと思うんですけれども、まあ、ゼロではないって感じですね。どっから入ってきたんだろう、これっていう感じですね。どっから入ってきたんだろう、マジで。あ、ここかな、多分ここに通気口があるんで、通気口から吹き込んできてっていう感じですね。うん、多分そうだと思います。四隅、あ、でもここにも溜まってんの、あ、では分かんないですね。多分僕の予想ではこの通気口から、水が吹き込んできたんじゃないかなというふうに思います。ここ濡れてますね、ここ天井、ここなんで、やっぱりここからこの通気口からバーって水が入ってきたんじゃないかなというふうに思います。まあ、とはいえ、台風14号ですよ、この史上最大級の、台風14号の中でも、まあ、このぐらいの浸水で済んだっていう感じですね。はい、ということで最後のエントリーになりました、ネイチャーハイククラウドアップ3ですね。今年動画上げたやつですね。ちょっとね、テントピンって立ててたはずなんですけども、ちょっとこういびつな形になってますね。とはいえペグダウンとかは、しっかりされてるんで、飛んでいくことはなかったっていう感じですね。じゃあ中を見てみたいと思います。はい、クラウドアップ3はこんな感じです。手前の方はいいんですけども、こちら結構溜まってますね。あ、結構もう手洗えるぐらい、ジャバーって手ですこうやってすくえるぐらいですね。顔を洗える、朝起きたらここで殻を洗えますね。トイレ行かなくて大丈夫ですそのぐらいの水が溜まってます。さて、この水はじゃあどっから来たのかっていう予想なんですけれども、まあ受注発掘ここですよね。この、フライシートの部分から、やってきたんじゃないかなというふうに思います。ちょっとね、フライシート短いですもんね、ここね。この紐はね、まあなるべく短く設置したと思うんですけれども、まあちょっともうちょっと、短くしといてもよかったかなというふうに思います。ちょっとね、上げすぎましたね、ここ。僕の設置ミスですね。うん。で、やっぱり、左側はね、ここまで壁になってるじゃないですかね。で、こっち側はここからメッシュになってるんですよ。やっぱりメッシュの部分が、広いと、つまりバスタブっていう、バスタブって言うんですけど、これバスタブ自体が低いと浸水してきてしまうっていうのが、今までのネイチャーハイクの特徴ですね。まあ、これはどのテントにも言えると思うんですけども、やっぱりスターリバーみたいにこの辺りまでこの壁があるとかなり安心じゃないんじゃないかなというふうに思います。そうですね、クラウドアップ3はここの通気口がね、取れてましたね、外から見たら。多分ここから吹き込んできたんじゃないかなというふうに思います。よし、はい、ということでこれで、ネイチャーハイクのテント7つ、台風直撃後の、テントの中を見てみました。昨日の時点とね、今日の時点で結構、中身変わってたと思います。あ、ハイビー3も結構ね、ここ押されてますね。ちなみにハイビー3ね、ロープがなかったんで、ここロープつけてないんですよ。本当はね、ロープでこうギュッとするんですけども、まあやっぱりこのことからがどういうことが言えるかというと、やっぱロープをね、しっかりと張るということ、これですね。
今、このテントを支えているものは今ここのロープしかないです。このロープがなかったらもっと潰れてます。こんな感じでペグを20センチ以上のものでしっかりと、固定する、そしてロープをしっかり張るっていうのが、テントを風で飛ばされないための、特徴だと思います。やっぱビッグ2はねこんな感じで、さっきも閉めてたんですけど、風で通気口が開いてしまうような感じですね。これも構造上仕方ないですね、これは。で、意外と僕の一番使ってるこのサイクリングワンがね、結構ちっちゃいからかな、この流線形で多分風を受け流してるのかもしれないですけども、もっとね、こうやってガーってこうペタンコになるんかなと思ったんですけど、意外とならないですね。これにはちょっと驚きです。はい、ところで皆さん、台風が過ぎ去って1日が経ちました。現在火曜日ですね。熊本の方はもう台風も過ぎ去ってめちゃくちゃ青空になっております。ちょっとね、まあね、風の方はあるんですけれども、もう全然日常という感じでございます。で、まあ、設置してだから何時か72時間経ったのかな、のテントたちでございます。台風を、耐えたテントたちなのでございます。ちょっとね、中身を見てみましょう。ちょっと今日左から行ったんで、クラウドアップ3からちょっと見てみたいと思います。で、形はね、結構ね、みんなね、結構、ちょっと見てみましょうか。結構、いびつな形をしてるんですよね。ネイチャーエアからハイビー3も、結構、この辺とかね、ポール結構曲がってたもんね、これね。とか、ネイチャーエアからスターリバーとかも、スターリバーもね、結構、こっから見ると変な形してますもんね。うん。ちょっとポールが曲がってたりするのかもしれないですね。あとはこう、ペグダウンの位置だったりとかっていう、こことかもね、こういった前室が結構歪んでたりとか、しますね。はい、ということで、テントの形はこんな感じです。ということで早速、テントの中を見て浸水状況を確認してみましょう。よし。まずはクラウドアップ3ですね。こういうところでクラウドアップ3の浸水状況こんな感じです。昨日はね、あそこは見えるかな？昨日はですね、見えるかな、そこ、あそこにね、水が溜まったんですよ。昨日ね、あそこでね、あ、顔洗えるぐらい水溜まってるわって言ったんですけど、今日前室の方にも水が溜まってますね。昨日の朝はね、朝はあっちしかなかったんですけど、こっちに水が溜まった理由は、多分ね、ここだと思うんですよね。ここに、通気口があるんですけども、昨日のね、朝は、こっちから風が当たって、おととい、つまり台風が来るときはこっち、過ぎ去ってからこっちからの風だったんで、来るときはあっちから入ってきて、あっちの通気口から入ってきて、台風が過ぎ去ったらこっちからの風で、こっちからの、通気口から入ってっていう感じだと思います。結構溜まってますね。だいぶもう顔洗えるよ、顔洗えるとか調理できる、ラーメン作れるぐらいの、水が溜まっています。クラウドアップ3はこんな感じということで、レチャイからハイビー3でございます。ツイッターね、万バズしてたんですけども、ここがね、レチャイからここがね、こうビヨーンって曲がってたんですけど、ここにね、ガイロープ貼るの忘れてました。っていうのもなんかロープが見つかんなくて、失敗しましたね。ここ、ちゃんと貼っとくべきでした。はい。じゃあ、ネイチャーハイクのハイビー3の中です。はい。レチャイからハイビー3の中です。あ、ちょっとだけやっぱ浸水してますね。ちょっとだけ。わかりますか？こことか。ちょっと浸水あり。で、こっちにはね、こっちもほんのちょっとですけど、ちょっとだけ浸水ありって感じですね。はい。とはいえ、かなり優秀な方じゃないんでしょうか。まあ、こっち側には、浸水してない。手前側には浸水してないっていうことを考えると、やっぱりあそこの、これね、通気口があるんで、通気口から吹き込んできた雨が、下に落ちてきたんじゃないかなというふうに思います。昨日ね、ここら辺もね、ちょっと濡れてたと思うんで、やっぱり、通気口から入ってきたっていうのはしか考えられないと思います。で、これがネイチャーハイク、ハイビー3の、浸水状況でございます。結構、まあ、クラウドアップ3が大浸水だとしたら、もう全然軽微、軽浸水って言ってもいいと思います。次、ネイチャーハイクのスターリバーです。昨日見たときは浸水ゼロだったんですけども、あれからまた時間が経ってどのぐらいなのか。よいしょ。ちょっと僕はこのドアを閉めるのを忘れていたっぽいですね。結果見てください。草が入ってきてます。え、どっから？多分こっから入ってきたってことですよね。こっからビョーンって入ってきたってことですね。あそこにも入ってます。
ということで、窓を閉め忘れていたんですけれども、結露、浸水なさそうですね。おお、バッタさん、すごいね。やっぱスターリバーが一番水には強いっぽいですね。うん、風にはちょっと強くないけれども、浸水はゼロです。一滴もありません。すごい。これはスターリバーすごいあ、スターリバーかな、今後使おうとしたら僕が旅で。あ、でもやっぱりね、ここ見てください。昨日も僕ここ直したと思うんですよ。これ取れてますね、強風で。ほいということで、ネチャイからスターリバーは一滴も浸水せずという結果になりました。次、スターリバーとね、ほとんど形似てるんですけれども、ちなみにスターリバーはね、ここに、通気口がついてます。横ですね。で、こっちの縦側には、なくて、こっちの通気口ついてないという感じです。で、今回のね、台風なんですけども、こっち側の風とあっち側の風っていう感じで、この背中と正面からしか風が当たってないんで、もしね、これが、風がね、こっちから吹いてたら、結果は変わってたのかなというふうに思います。やっぱ通気口はね、結構重要な要素ですね。今回スターリバーは、浸水しませんでしたけども、こっち側からね、これ当たってたらどうなってたかは分からないですね。次、門が行ってみたいと思います。よし、ネイチャーハイク門側のテントの中身です。浸水はですね、ちょっとだけありました。ここですね、ちょっと四隅に、水たまりができてますが、ネイチャーハイクハイビー3よりもちょっと多いかなっていう感じですね。これどっから入ってきたんだろう。この四隅のシームテープのところから入ってきたのか、どっかからこう吹き上げて入ってきたのかがちょっと謎ですね。こっちはない。こっちもない。こっちもない。こっちもないですね。この左側だけしかないっていうのがちょっと気がかりですよね。どっから入ってきたのか。ちょっと謎ですね。ちなみに通気口はあそこにあります。ここですね。ここと、ここ2箇所にあります。で、こっち側は浸水してないってことを考えると、どっから、もしかしたらこの、シームテープのところから入ってきたのかもしれないですね。ちょっとモンガーは、どっから浸水してきたのか謎なんですけども、もしかしたらね、通気口から入ってきて、その入ってきた水がこうやってこっちに溜まったのかもしれないですし、ちょっと謎ですね。どっから入ってきたのか。とはいえ、モンガーは風に押されてね、ちょっと弱いイメージだったんですけれども、まあ、水に関しては、ハイビー3と同じぐらいの強さがあるっていうのが分かったと思います。次、クラウドアップ2行ってみたいと思います。ネイチャーハイククラウドアップ2の中身です。浸水なし、浸水なし。よいしょ。あー、ちょっとあるわ。やっぱここですね。昨日も確かあったと思うんですけども、隅の方にちょっとだけ、浸水してました。はい、こんな感じです。そうですね、モンガーと同じぐらいの浸水だと思います。まあ、正直このぐらいの浸水だとね、全く問題はないかなというふうに思います。結構スターリバーの方がね、珍しいかなというふうに思ったりするん で多分、クラウドアップ2はここにね、いっぱい、ここにも通気口あるし、ここにも吹き込んでくる、場所があるんで、まあ、ここから来たんだろうなというふうに予想ができます。まあ、優秀なテントなんじゃないかなというふうに思います。ちなみにクラウドアップ2は、日本一周でも使ってたんで、結構ボロボロなんですよね。例えばこことか見てください。ここ穴開いてるんですよ、ここ。こうやって。っていう、結構使い古してるテントなんですけども、風で倒れることもなく、結構優秀なテントなんじゃないかなというふうに思います。次、ビッグ2ですね。ビッグ2はね、ずっと言ってるんですけれども、ここのね、紐の部分が、毎回これね、長くなっちゃって、よし。で、ビッグ2はですね、ここ、通気口をね、閉めていたんですけれども、もう風でね、勝手に立ってますね、これ。こうやってね、閉めてたんですよ、こうやって。でもね、風で。はい、ということで、ビッグ2の中身です。浸水あり、そして、クラウドアップ3と負けないぐらいの、浸水がありますね。顔洗ってカップラーメン作れるぐらいの、水が溜まってます。ビッグ2なんですけど、まあ、ここにね、こうやって通気口があったりとか、まあ、一番はここですよね。さっきの通気口上に2箇所通気口があるんで、しかもね、今回風がもうめっちゃ当たるような角度で通気口があったんで、風で通気口が、めくれて、そこから
大量の雨が風とともに侵入してきたっていう感じですね。うん、今日はね左側に寄ってるんですけども、最初見た時ねここにめっちゃ溜まってたんで、間違いなくここからこうやって上から落ちてきたんじゃないかなというふうに思います。ネイチャーヘッカーのビッグ2は、今回紹介しているテントの中で最軽量の、シングルウォール構造なので、まあ雨に弱いのはまあ仕方ないのかなというふうに思います。まあ、使い方次第かなというふうに思ったりします。で、一晩、72時間経ってると、ここですね、やっぱこの部分がまた取れてますね。これむき出しになってるとね、ポールがこういう風になれるかなというふうに思います。はい、じゃあ最後のネイチャーヘッグ、サイクリング1を見てみたいと思います。このサイクリング1はね、僕が一番、使ってるネイチャーヘッグで、去年2021年の日本酒もこれでしたし、その前の日本酒かなも、これでやってました。ですね、浸水なしどころか、ちょっとわかりますか皆さん、これほらサイクリング1だけめっちゃ乾いてますよ、なんかっていう感じで、浸水はゼロですね。はいはい、はい、いいですね。浸水は、ゼロとなっております。ネイチャーハイクのサイクリング1は、まあ、今回紹介したテントの中で一番安いですし、一番ちっちゃいテントなんですよ。なのになんで、浸水してないかっていうと、今回ね僕ね思ったことなんですけど、やっぱり通気口から入ってる来てるんですよ。水が全部のテント通気口から入ってます。でね、ネイチャーハイクのサイクリング1はここにね通気口があるんですけれども、こうやって閉じた状態だったんですけども、ここにねロープがあるじゃないですか。でロープでピタってなってたんで、通気口がね開かなかったんじゃないかなと思います。こうやってロープで固定されてて引っ張られてこうやってねっていうのが、まあ一番大きな、要因だと思ってます。多分間違いなくそれだと思います。ちょっとねロープ、もう72時間設置してちょっと緩んでるんですけども、当時はねピタッとなってたんで、それで通気口がこうペタッと押されて、開かなかったから、通気口から中に、水が入ってこなかったっていう感じだと思います。はい、どれがあったでしょうか。台風14号の中での台風実験でした。結果いかがだったでしょうか。結構ね意外な結果になったんじゃないかなというふうに思います。この動画、この実験なんですけども、台風14号が来てる時にツイッターに投稿したら万バズして 1.3 万いいねぐらい来たんですけども、その時ねアンケートしてやっぱ 50% ぐらいの人が飛んでいかないだろうみたいな、投票をしてたんで 40% だったかな、まあ、そのぐらい結構多くの人が飛んでいかないに、投票してたんで、やっぱその通りになりましたね。僕もね、経験上はまあ飛んでいくわけはないだろうと正直思ってました。もちろん飛んでいかないようにしてましたしね、うん、これでもかってぐらいしっかりしてたんです、全てを。なので次回の動画ではどうやったら、飛んでいかないようにできるかみたいな、台風の中でも、どうやったらこう浸水しないようにできるか、そして飛んでいかないようにテントを立てられるかっていう動画を、次回上げたいなというふうに思います。で、この動画、このエンディングで終わりなんですけども、このエンディングの後に長々と、多分注意書きをすると思います。というのも、この動画をっていうのは、台風の中でもキャンプをしていいよ、台風の中でもテントを張っていいよって推奨をするものではなくて、あくまでも実験だし、このぐらいの風が来たらやばいよねとか、こういう時こういう風にしたらいいよねっていうことを伝えるために撮影してるんだって。でもやっぱり中にはこういう動画を上げたらバカが真似するだろうみたいなことを言ってくる人がいるんで、そういう人がなるべく来ないように、この後にダラダラと長く、注意書きが出てくると思うんですけども、この動画をあくまでも、実験動画として、まあ、そしてエンターテインメントとして、理解している人はもうここで閉じてもらって OK なんですけども、もしね、この動画で、モノケン危ねえだろ、この野郎死ねえみたいな風に思っている人は、最後の注意書きを見てから、批判コメントしてくれたなという風に思います。こういうことを言うのは無粋かもしれないんですけども、まあ、そういうことを言わなきゃ、そして書かなきゃいけない時代になっちゃったんで、動画の最後なんですけども、言わせていただこうかなという風に思います。ということで、次回の動画でお会いしましょう。次回の動画はね、台風でも飛んでいかないテントの設営の仕方っていうのを、解説していきたいなというふうに思います。ということで、次回の動画でまたお会いしましょう。バイバーイ。